ディスクロニアクロノスオルタネイト。いやあ、佐々木圭介だよ。今収録してるの11月4日です。実況動画パート13のエピソード1最終回をアップした後の時系列になります。なぜこのタイミングでこれ収録しているかと言いますと、こちら一番下、期間限定コンテンツ公開中ということでしてね、なんとエピソード1クリア者対象に期間限定エピソード2配信までの期間限定で無料追加アップデート緊急ミッションをできるということでね、こちら今回やっていきたいと思います。11月4日の2時から、午前2時からね、公開されてたらしいんですけど、仕事終わって帰ってきて飯とお風呂を済ませて早速やっております。連続迷子実験を終えってことで、これターゲットってあること、子供の夢がこういう形になってる件、この3つを探せって感じかな。やっていくぜ。これ時系列的に本編とどういう感じで繋がっとんかな。時系列的には来た。よう。はい、お疲れお疲れ。緊急事態が発生しています。解決をお手伝いをできないで、お願いできないでしょうか。オッケー、任せろ。ん、何があったんですか。現在スキャン中です。先ほど拡張モでバグの発生を観測しました。バグはシステムの自己修復機能ですでに修正済みです。しかし何、一部市民の拡張無への誘導に問題があり、拡張無で迷子が発生してしまっています。なあ、拡張無の中でも迷子があるんじゃ。これいつも通りな雰囲気になっとんやけどな。クジラ、でっかいクジラおる。変だな、拡張無で迷子。警告します。サイオン監察官には時計塔周辺エリアの迷子の捜索をお願いしたいです。なるほどな。迷子について他に何か情報はありますか。ご案内します。この広場に迷子の関係問題と関係したメンタル汚染が発生している市民がいます。その市民たちが落ち着いたら情報を聞き出すことができるかもしれません。なるほど。なんだろう、関係したメンタル汚染の人、家族かなんかかな。迷子って要件子供の夢なんかなって考えたら、来た。おお、こういう感じで捜査任務で来たんじゃ。ちゃんと正式な任務みたいになってるわ。拡張無内で発生した迷子の捜索と治療対象者のメンタリングを命じるという感じらしいです。時計塔前の周辺エリアね。オッケー、わかった、行くか。まずは時計塔のところ行くんやね。オッケー、行くか。どこだ時計塔。時計塔って言ったらあれやな、こっちか。メンタルやられてる人、これメンタルやられてなさそうやな。手挙げてる。はーい、弾丸ジョッキーみたいな、ちょっと古いけどそんなお笑い芸人おったよね。普段はここで友達と遊んでるんだ。こいつはいたって健全やな。違うわ、こいつじゃない。おっ、時計塔前ってまずここちゃうんか。どこだったっけー、どこだったっけー。あ、おるで。メンタル異常者の人。おるわ。どうしたらいいの？心配性な市民。どうして？あの子に何かあったのかしら？お母さんっぽいな、なんか、いかにも。すごく不安そうだ。落ち着かせて話を聞いてみよう。すぐにメンタリングが必要みたいだ。オッケー。そりゃ、子供が迷子になったらお母さんとしては心配するよね。お、なんか4つじゃ。本編では3つだったんやけどな。まあ、やることはいいっしょ。はい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 、はい、はい。マークがなんでこんなマークなんだろうっていうマークやけどな。指紋とかあるけんな。さあ来い。はい、はい、はい、はい。なんかちょっと一瞬早かったな。一瞬だけちょっと早かったな。なん、え？オッケー。慎重に続く。あ、まだある？第3段階？
はい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 、オッケー。おい、これできるかな。オッケー。お母さんどうしたんだい。失敗したかと思った全然俺心配してないわ落ち着いた、よかったです。お母さんな、お子さんのことは俺が調べてきますんで落ち着いてください。コーヒーでも飲んで。大丈夫ですか。何があったんですか。実は学長門に入るときに子供と離れてしまったみたいなの。夢の中でも私から離れたことのない子なのに。なるほど。それは心配ですね。あ、夢の中に入るときも親子一緒ってことができるんやな。これ僕は監察官で迷子の捜査を担当しています。お子さんが行きそうな場所に心当たりはありますか。そうね、あの子はゴンドルが好きで近くで見える場所によく行きたがっていたわ。なるほど。なるほど、ゴンドルが近くで見える場所ですね。探しに行ってみます。ありがとう。ありがとう、どうかよろしくお願いします。どうしようか。近くで見える場所、ゴンドラの入り口だろ。うん、駅をね、行くか。ゴンドラをこっちよ、こっちな。中入ればいいんだろ。さあ、何が待っているのかを。お子さん、お子さん、迷子のお知らせをします。田中十大くん。知らんけどさ、どんな名前か知らんけど、田中十大くん、お母さんが探しています。誰がおる、関係ないけどちょっと聞いてみよう話。ワクワクするよね。知らねえわあ、これなんかクリオネじゃん。これか、お子さんって。びっくりした。ぼんやりとした子供。ゴンドラかっこいいなって。ん、お兄ちゃん誰。君は。僕は監察官だよ。君のお母さんの代わりに君を探しに来たんだ。どうしよう。あ、そうだった、ゴンドラを見てる場合じゃなかった。ああ、興味惹かれるもんにさ、ついていって、ホイホイついていってしまう子供の時期ってあるよね。俺だったらスポーツカーとか見かけたら多分寄っていった子供だったと思うよな。今日はなんでかお母さんと離れたエリアに来ちゃったんだ。でも自分だけじゃここから移動できないから探せないし、仕方ないからここでゴンドラを見てたんだ。仕方ないに済むような問題なんこれお母さん心配性だから早く帰って安心させなきゃ何さ、鼻で笑ってんだお前は待ってて、すぐにお母さんに会えるようにするから。お母さんに会えるの、ありがとう。どうやって、どうやってやるんだい。よし、あごに届けた。あ、管理局に連絡したんね。無事に母親の元に転送できたみたいだ。一度広場に戻って他に迷子の情報はないか調べてみよう。オッケー。スタート画面からしたら多分さ、あと二人おると思うよな。カニと何やったっけ、もう一つなんかあったよね。カニともう一つ忘れたけど、これはどうした。ああ、それは分かってるわ。多分あと二人おるだろうなっていう感じは分かっとるけど、それよりさっきのさ、おか、ああ、合流してる、合流してる。よかったよかった。うちの子を見つけてくれてありがとうございます。ほら、あなたからもお礼を言うのよ。お兄さん、お兄ちゃん、ありがとう。これでこいつ、 お兄ちゃんじゃなくておじさんって言ってたらこいつのことぶん殴ってたからな。いえ、これも仕事のおじですから。かわいいな、クリオネ。ああ、こういうのもさ見えてさ、 VR ならではって感じがするもんな。ほんまさ、 VR の水族館ってさ、見よって落ち着くよなーって。これを見ること自体がもうメンタルにさ、癒しになるよな。と、いよいよったらこっちにまたもう一人おったわ。お父さんかな、これは。子供好きの市民。どうして、どこにいてしまったんだ。大丈夫ですか。とても辛そうだ。落ち着かせてよ。オッケー。メンタリングが必要みたいだ。行くか、来いや。あ、なんかこの形じゃ。はい。はい。はい。テンポよく行くぞ。もう一押しだ。
もう表示ハイペースもう慣れっこじゃこんな。あ、まだか。もう最後かな、これが。はい、来い。あ、オッケー。あなたのお子さんはどんな子なんですか。完璧だ。すっきりしたよ。すっきりしたよ。トイレ行った感じになったのよ。トイレから出てきた後みたいな反応になったのよ。はあ、ありがとう。取り乱してしまっていたようだ。大丈夫ですか。何があったんですか。参ったな。私には息子が一人いるんだ。拡張部でもいつも同じエリアに来ていたのに、今日はそばにいなくて。そうでしたか。僕は迷子の捜索をしているんです。息子さんがいそうな場所に心当たりはありますか。あいつがいそうなところといえば、そうだな、管理局のロビーかな。管理局ね。この間管理局に連れて行った時、そこにいた子供たちと走り回ってすごく速いでいたんだ。廊下は走るなって。なるほど。しつけないといけませんね、ほら。なるほど。管理局のロビーですね。わかりました。探しに行ってみます。なんだ？管理局で働いてるお姉さんによっぽど好きな人がいるのか？小さい頃の子供ってさ、ちょっと大人のお姉さんにちょっと引き寄せられるところがありますからね。知らんけど。管理局ってどこやったっけね。こっちだわ。あーつ、入り口こっち。コーナーかか。コーナーかでもさ、拡張部は続いとるけんな。そういえば確か。あんまり細かく試してみたりせん人としてはさ、ここでさ、拡張部開けることを知らずにゲーム終わった人ももしかしたらおるかもしれんな。逃げろー！警告します。待ってくださーい。これはどうしたんですか。現在迷子と思われる市民を見つけて追いかけているのです。しかし、アズミと間違われて話を聞いてもらえません。鬼ごっこしてるやん。僕が話をしてみます。え、俺が追いかけなあかんのこれ。よろしくお願いします。おるもんな、クラッシュがおるもんな。めちゃくちゃ話を聞いてくれるクラッシュがおるけど、あ、全然逃げん。あれ？君は。ねえ、君。お兄ちゃんも一緒に遊んでくれるの？じゃあ隠れるから見つけてみて。そういうゲーム。いや、あー、ちょっと待って。どこ行くん？待って。待って、どっか行った。どうしようか。くそ、話を聞いてくれねえ。警告します。どうすれば落ち着いてもらえるのでしょう。多分。もしかしたら遊んでほしいのかも。遊んでほしい。よし。よっしゃ、付き合ってやるぜ。それがお兄さんの使命ってやつからね。かくれんぼか。さて、このゲームで隠れるとしたらどこがあるかって話。あれ、なんかそれよりもなんか気になるディスクあるんやけど。何かこれ。何これ。サンライト。今季サンライトはこれもしかしたらさ、サントラとかにそういう曲名とかあったりするかな。俺クラウドファンディングでサントラもらったけんさ、サントラの CD もらったけんさ、サンライトって曲があったら、あ、それだみたいな感じになるんかな、なんて。え、待て、いや普通に俺やん。おい、隠れるんだったらもっとマシなとこ隠れろお前。しかもピッチャーみたいな、これから投げるピッチャーみたいな構えの人おるだよお前。投球動作始めたようなおじいさんおる。おじいさん何してんの。知っているかな。私も若い頃はここで働いていたんだ。プロ野球選手じゃなかった。これ構えとんちゃん、こっからさ投球動作始まるタイプやつちゃうお前。お前、あ、どこ行くね。また隠れる気かお前。次はどこに隠れようかな。おお、せめて鬼変われ。お前見つけたやけん、次は僕が隠れる番ねってアハルが言うところなんよ。お前が鬼やろ、せめて。
反対側におるかな。おらんわ。もしかしてこの通路の向こう側にも行けるんか。これおるかもしれんな。女の子もおる。ああ、ここか。捕まらないよ。かくれんぼだのはずのにさ、全然隠れてない。しかも堂々と真ん中に折り上がるからな。どんどんどこに隠れたんだろう。待って、話聞いてみろが。落ち着かないんだ。違和感があった。ああ、それはバグがあったもんね。なんか頭抱えた人がおるけどさ、とっと待て。これ東国ユリアで。おい、隠れ、顔が見えない、顔が、うわ、ユリアだよこれ。待って、東京クロノス、クロノスシリーズ一作目の女の子でないか。え、こんなちょっとお楽しみ要素あるの。マジか、ユリア久しぶり。いやいや、今日はいい研究日和だね。わ、まんまユリアで、まんま東国ユリアの喋り方してるやん。マジか、こんなちょっと面白い要素を交えてきとんで。過去作やった人間からしたらすごい歓喜者やん。いいっすね。こんな番外編だからこそできるような感じなんだろうな。上におるなこれ多分。あれ見当たらんね。あ、あそこか。ちょっと分かりにくいところが隠れとる。ちゃんと分かりにくいところが隠れてくれとるのよ。見つけた。おったー。いや、この角度見えてねえわ。また見つかっちゃったー。この角度見えてねえぞ。来たー。お兄ちゃん、見つけるの上手だね。いや、お前が隠れるの下手くそなんじゃん、お前。堂々とおった時もあったぞ、お前。2回目あたりな。操作するのが僕の仕事だからね。僕は君のお父さんに頼まれて君を探しに来たんだ。お父さんのとこに行こう。どうしよう。ああ、お父さん、そっか、僕のこと探してるよね。うん、またまだ遊び足りないけどお父さんのとこに行くよ。お兄さん、お兄ちゃん、また遊んでね。いい子やないか。とりあえずやんちゃなだけだったわ。西園監察官、おかげで助かりました。よかった。いえ、無事に保護できてよかったです。よし、広場の様子を見に行こう。ま、あれや、臨時ボーナス後で弾んでくれよ。多分これ時間外勤務みたいなもんやがんな。しかしユリアがここで見つかると思わんかった。え、他にもおるんかな、もしかして。他にもおるんかな。なあ魚たち、俺これが終わったら結婚するんだ。なんだ。やばい、死亡フラグ立ててる。この魚死亡フラグ立ててる。面白い、死亡フラグ立ててる魚がおる。ねえねえ、あいつか、あの面の向こうに行ける。あ、これも死ぬやつじゃ。行ってみたいな僕。手術が終わったらとか言い出したら絶対死ぬやつじゃお前。お前死ぬぞ、手術受けたら死ぬぞ。助からんぞ。よっしゃ、戻ろう。スタート画面からしたら、あと一人おるんだろうな。とりあえずさ、また合流したところ見に行きたいなって。あそこおるね。カーナに、亀が。ちゃんと合流できたようで。どこ行くん俺。待って、どこ行ったん俺。いきなりピーンって変なとこ行っちゃった。いやー、本当に安心したよ。この子が何かご迷惑をおかけしませんでしたか。えらい手間かけされてる。隠れる気のない隠れんぼさせられたわ。いいえ、とてもいい子にしていましたよ。そうですか。それならよかった。何ですよ、ありがとうございました。この子はですね、目を離すといつも女の人の背中がついていくんです。ドスケベ呼び軍ですね。よくないぞ。あんまり女の人のケツ追い回すのはよくないぞ。子供から、子供だから許されるんだぞ。お兄ちゃん、また遊ぼうね。おう、また遊ぼうな。ね、
あともう一人おると思うよね。あの感じ、スタート画面の感じからしたら。どうだろう。あ、おるわ、おるわ。女の人かな。神経質なジミ。どうしましょう。私が目を離したばかりに。まだお母さんのパターンやな。自分を責めすぎて辛そうだ。一旦落ち着かせないと。そうじゃ。すぐにメンタリングが必要みたいだ。こういう人こそ心理カウンセリングが必要なパターンやの。さあ来い。ちょろいぜ。よっしゃ。慎重に続けないと。次は？クロスに行く感じね。こう来て対角的に行くわけね。クロスファイヤーね。さあ次。もう一押しだ。ラスト。あ、待てよ。どっから始まったっけ？あ、バレた。落ち着いて。今さ、今させてちょっとそばにスマホがさポロンってなったんよ。通知音聞いてさ、ちょっとそっちに意識向いてさ、どっからスタートしか見てなかったわ。お、マナーモードにするの忘れた。オッケー、サクセス。オッケーです。この人はもう大丈夫だ。オッケー、オッケー。ありがとう。取り乱してしまってごめんなさい。何かあったんですか？あもう3回目やけん多分なみたいな感じで。よくわかったわね。そうなの。拡張門に入ったとき、なぜか娘と離れてしまったのよ。いつもは同じエリアに来ていたのに。なるほど。管理局の任務でちょうどそのことについて調べていたんです。娘さんが行きそうな場所に心当たりはありますか？例えば最近行きたがっていた場所とか。そうね、確かユニバーサルスタジオジャパンに行きたがっていたかな。この世界観にあるのか。思い出したの。実は昨日娘とホテルに行ったの。ホテル？もしかしたらあそこのラウンジにいるんじゃないかしら。あ、やばい。もうワンチャンケースとだけど合流してるかもしれんな。昨日は特別に旧時代のレコードプレイヤーが展示してあって、音楽好きなあの子は興味津々だったの。待って、ディスクあったぞ。え、まさかとは思うけど、そこにディスク持って行ったらさ、あの曲流せるんかな。もっと聞きたいってその場を離れたがらなくて。なるほど、なるほど。ホテルのラウンジですね。探しに行ってみます。ありがとう。どうか娘をお願いいたします。オッケー。え、なんだろう、こういう達成目標を達成するだけじゃなくて、細かいやり込み要素が今回もあるんかもしれんな。魚たち一つ一つに調べていったら面白い言葉が。コロ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 、心の行くままにコンコロリーン。あれ、俺の知り合いの VTuber さんの挨拶みたいになったの。ホテルここやけどさ、このままホテル行くよりもさ、もしかしたら行かないかもしれない場所にちょっと一旦行ってみる。行ってみていろいろ見てみたいっていう気分があるよ。研究所を多分今後この物語じゃいかんだろうから先に行ってしまおうかな。研究所って入れない。ここは外の、それはいいか。あれ、こんなとこ本編で来たっけってとこ来ちゃった。こんなところ本編で来たっけみたいなところ来ちゃった。ん？子供か。なんか稲妻イレブンで見そうな髪型の子を。なんか本編でも行きたくないようなところ来ちゃった気がするんやけど、これ。なんか魚とかに。あれ？
車椅子、なんでこんなとこ車椅子あるん。しかもこんな車椅子見せられたらさ、前作のこうこ心得のことをちょっと思い出してしまうでないか。あれもしかして同じデザインかな。アドレスのこうこが使いよったやつとまさか同じデザインだったりせんだろうな。ちょっと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 なんやけどザタッチ出てくるんやけど、ちょっとアウトデースの自分の実況動画確認してみたらなるんじゃないかお前。ポートの話、ホテル行ってみるか。じゃあこの辺ちょっといろんな人に話しかけてみたいなできるで、おっすなんかさヤクザっぽい顔のおっさんおった違和感感じてるだけかねあこっちにもおばさんがおるね。ああそうっすかあんまり面白くない会話やな、残念ながら。メンテナンス行き届いとる。オッケー。あの子と友達になりたいな。これ違うの階に行ってもさ行けるんやったっけ。ラウンジ客室って、きたー、ラウンジ。おあのクラゲかな。いや、ちゃうな。クラゲたくさんおるわ。とりあえず、ちょっと、マダム。アーカイブの話してる。結構綺麗よな、これ。アーカイブで見ても綺麗なんだろう。子供たちが話してる。ああ、絵の話ね。こう、小さい頃から夢を抱く。なんかに憧れを持つっていいことですからね、みたいな感じで。あ、でっかいクラゲおる。何やろ、でっかいクラゲ。えらくでっかいクラゲおるぞ、おっさん。すごいよな。落ち着くよな、はいいけどさ。えらいでっかいクラゲおる。待って、何これ。すご。すごいやけど、別に何も話は関係ないわ。こっちやな。ここにおるんだろう。あ、カニ。カニ、どうした、カニ。あ、手に持てる。カニ手に持てる。ポロン。いや、この立ち方ないぞ、お前。横になってる。なんか悪いことした気分。あー、ここにもカニ。これがメインのギャグだよな。大体ちょっとこっち見させてもらって。子供が一人おる。子供多いな。やっぱりホテルといえばラウンジだよね。あ、あるわ、噂にあった曲のやつ。デスクがないけん回しても今のはもうならんだろう。デスク持ってこなあかんのかな。なんかあったな、やっぱさっき。子供、カニ、音楽好きな子供か。わっ、びっくりした。ごめんね、驚かすつもりじゃなかったんだ。君はもしかしてお母さんと離れちゃった子かな。お兄ちゃん。ああ、うん、そうなの。今日はなんてかママがいないの。お兄さん、ママのいるところ知ってるの。そうだね。君を探しに来たんだ。お母さんのところへ行こう。ねね、うん、私もママに会いたい。でもその前にちょっとやりたいことがあるの。いや、やっぱりさ、あそこのやつ使うよね。え、やりたいこと。あそこにレコードプレイヤーがあるでしょ。うん、あるある。また音楽が流れてるところを見たいの。でもね、意地悪な子がレコードを隠しちゃったの。あれあれ隠してる。いや、上に普通に机の上に普通にポンと置いてあるよ、まあ、机の上に置いてあるピザみたいになってたよお前。この辺りにも1枚隠してたみたい。え、この辺りにも1枚あるん。レコードがあるんじゃ。この階に僕がレコード探してみるよ。本当にありがとう。好きな音楽が聴けたら一緒にお母さんのところに戻るんだよ。うん、わかった。え、じゃあ机の上のあれなんなん。
机の上にあったあれなんなん？あれもこっちまで持ってこれるんかな？いや気になるでないかお前だったら、それやってみたいじゃないかだったらお前。見つけた。いやこれ正解なんじゃ。これが正解なんや。こっちが正解なんじゃ。近くにあるとかじゃなくて、マジ？え、こっちが正解な。あれ、この階に隠したみたいなやつは何なんじゃ。待って、どういうこと、どういうこと。あ、多分コングラツレーションになるぞ、そんなこと言われたら。持ってきたぞー。あ、届いてる。このサンライト。で、いいんかな。あ、サイライトってこの曲か。アウトデウスでないか、お前。アウトデウスの戦闘シーンで流れた曲だよ、これ。なるほど。お前、書き立てられとんか、この曲に、お前。お前、前作やった口の人間か、お前。これ、サンライトって曲だったんか。それは確かにこの曲だったらさ、また聴きたいわってなるわな。なあお前。わあ、綺麗な音楽だね。ありがとう。おかげで満足できたよ。ありがとう。またママと聞きに行きたいな。ママ。そうだね。よかった。もうお母さんのところに戻れるかな。うん、連れて行って。それとね、この曲がもっと聴きたい場合はね、アウトデウス、ビヨンドクルノスってゲームをやるといいよ。ちなみに俺実況動画はね、それ以内に出してるんだ。2週目まで出してるんだ、今。あ、サビの部分聞いとこう。いや、終わんねえよ。なんだ？サイオン監察官、任務、お疲れ様です。ああ、ありがとう、ありがとう。これで全部 OK ってことね。ご話題の迷子はすべて無事に発見されたようです。ご協力、感謝いたします。よかった。いいよ、いいよ。いえ、ではこれで。なんだ？待ってください。どうした？新たにポートエリアにメンタル汚染者を1名確認しました。ポートエリア、またもう一人ここに来て、どういうことどういうこと。ポートエリアってどっちでしたっけ。こっちか。あれ、ポートエリアってどっちやったっけ。こっちだ。でもさっき来たぞ。俺さっき来たぞここ。あ、でもおるね。新しく、メンタル汚染者の人おるね。なんか、ああ、待って、こんなんあった。さっき来たけどさ、見逃しとったわ。パティで、ボロボロぬいぐるみ、旧時代に製造されたぬいぐるみ、至る所が修繕されており、持ち主によって大切にされていたことがわかる。そうなんよ。声の持ち主大切にしよったんよな。いつも抱きかかえてさ、チャームポイントみたいな感じだったんよ。さっき、おった東国ユリアがいつも肌身離さずで握っていた人形、お父さんからもらった唯一のプレゼント、これは東京クルノスっていうね、このディスクルアの2つ前の作品の登場人物が持っていた人形ですね。この人や。あら、技術研究員がコーナーだったんじゃ。ああ、なんてことだ、こんなことになってしまうなんて。
今回のバグの原因お前だな、お前のミスだな、こんな深刻かもしれない。それはミスでこんなことになっとったらね、まあ、6つもある6つもあるはいはいはい、でもいけるわ。よっしゃ、難易度高そうやな。さあ来い。おお、最後いきなりピンって飛んでいくやんでピンやけんすごい勢いでこっち飛んでたなさあ来い次。ちょっと忘れそうになるな。オッケー。あ、終わりか。よっしゃ、なんとかなった。ああ、すまない。こんなことになってしまうなんて。何があったんですか？実は今日起こった拡張無のバグは私のせいなんだ。私は仕事で拡張無ネットワークの調整をしているんだ。今回のバグは調整の最終段階で気づけたはずのものだったんだが、うっかり見過ごしてしまって。どうしたんですか？働かされてるんですか？めちゃくちゃ働かされていて、徹夜何回もしてるんですか？ローキーが黙ってないですね。すぐに修正しようと思ったんだが手遅れだったんだよ。なるほど。拡張無の不具合については大丈夫です。システムの自己修復機能ですでに解決されたみたいですから。一部の市民に影響が出ていましたが、そちらも今はもう落ち着いています。まさか。ん？本当かい？よかった。いや、本当によかった。やはり市民に影響が出ていたか。迷惑をかけて申し訳ない。本当にありがとう。君のおかげで大事にならずに済んだ。外に出よう。最後、研究員が。バグを起こしてしまった研究員がこう来たか。そういうパターンか。研究だな。サイオン監察官、任務お疲れ様です。はいはい。あ、大丈夫か。なるほど、よかった、よかった、よかった。おい、おい、いいんですよ。何に？なんか来たよ。下記 URL のウェブサイトからパスワード。あー、これか。言おった話を聞いた。エピソード2の先行情報のディザー映像の話。というわけで、みんな、今から僕は、エピソード2の先行デート、先行映像を見てくるから、みんなとはここでお別れだ。ごめんな。この先は、このゲームをやった人間の特権だ。というわけで皆さん、この動画が実況動画として投稿されてるかはわからないけど、投稿されていたこと前提で、お付き合い！